家に帰る途中、脇腹の方がとても痛かったんです。表情が良くないのです。横の方が痛いって、帰りは運転できそうもありませんでした。転げ回っていました。 WCDA の長老さんが尿路結石だと、尿管の方に石があると言われて、東海女先生がおられるから先生の祈りを受けて癒されようと準備していました。ただ床にいるからマットを持ってきてくださいました。マットを掴んで、うつ伏せになっているのがちょっとマシだと、あんまりにも痛くて涙さえ出ませんでした。ところが、不思議でした。東海蔵先生にお目にかかった時から痛みがないんです。なぜならそれまでは歩けなかったのです。東海蔵先生にお目にかかって10メートル5メートルぐらい距離があったのですが、その時は歩けたんです。本当に、本当に素晴らしいな。牧者が行う神の力が牧者の空間の中にいることがこんな風に体験できるんだ。私が道海蔵先生にお会いしてとても申し訳なかったのです。私は25年ぐらい本教会で信仰生活をしていましたが、いつも先生は大きくてかっこいい方として私の心に刻まれていましたが、その日は先生にお会いした瞬間、とても小さく見えて、一家の長が家族のために自分のすべての地位とかすべてを渡した時、何も残っていない、そんな姿の先生を見ると涙が急に出てきたんです。先生の祈りを受けて、私が信仰生活をあまりにも生ぬるくしていました。申し訳ありませんと申し上げて、私はひざまずいてから立ち上がりました。痛みがないから、祈りを受ける前から痛みがなかったので、先生の祈りを受けてから私は立ち上がりましたが、先生は立てないのです。気がつけてしまわれているから。牧者が講義を満たしてくださった時間に、あまりにも顔を背けていたんだ。分かっているつもりだけど本当に分かっているのではなかったと思いました。私が支えて差し上げなければならないのに、私が手を出すのがあまりにも申し訳なくて、周りの方々が先生を立ち上がらせて差し上げました。痛がっている私のために祈ってくださいましたが、ある意味で私よりもっと力がない方は先生ですから、マイナスの気力なのに私のためにあんな風に身をかがめて祈ってくださり、ご自分では立ち上がれないのに私のために祈ってくださる姿に、とても牧者の愛を大きく感じました。尿路結石はそんなに痛いのですか？はい、ものすごい痛いです。刃物で切られるような。それでも体格もこんなにいいのに痛みに勝てないのですか？ものすごく痛いから体格とか関係ありません。大丈夫ですか？熱く走っていきます。東海蔵先生の祈りを受けて、先生に感謝の挨拶をして、家族と一緒に嬉しい心で歩いて出てきました。車椅子は次男が私の代わりに引いて出てきました。今は痛みは全然なくて、その時祈りを受けて全部癒されて、今はすっかり回復しました。主人は
昔は祈りもしていました。それがうまくいかない状況で、心ではいつも一緒に祈ったらどんなに良いだろう、主人が信仰の課長になったら本当に安らかでいいのにと、それがいつもの祈祷課題でした。それで最近は一緒にダニエル祈祷会に行ってくれるから、それも夢のようで幸せで、お父さんが教会に行くからみんな一緒に行くと、子供たちも嬉しいし私も嬉しいです。牧者の愛を自分で体験したら、牧者がしてくださるという意味がこんな意味なんだなと、自分がしようとした時は私も教会に行きたいし祈りたいしメッセージももっと聞きたい、そんな心もありましたが、それができなかった姿が牧者がしてくださるからできるという心になるから楽にできるようになっています。お父さんが車椅子に乗っていて出て行く時は、姫が引いていたでしょ、覚えてる？覚えてます。お父さんが痛くないからどうですか？嬉しいです。愛する先生、牧者の空間の中で尿路結石を癒してくださって、牧者に覚えられる家族になるようにしてくださって感謝します。先生愛しています。ハレルヤ。このチャンネルで癒しの祈りを受けて癒された方がいらっしゃいましたらご連絡ください。また先生の癒しの祈りを受けたい方は遠慮なくご相談とご連絡くださいますようお願いいたします。